どうも、リベリーってノコギリで大木切ってんの似合うよね。でおなじみレオザフトボールです。始まりましたヨーロッパサッカーミーティング。ただいまですねミラン対ナポリの試合を見てる途中にこの動画撮ってるんで、そのマッチレポートなんかもね次ぐらいやろうと思うんですけど、お一人目の質問こちら行きましょう。ポケモン昔の21さん、日本代表においてホンダのワントップを復活させてはダメなんでしょうか。得点感覚も申し分ないですし、ホンダが最前線で体を張ることで日本の強みである2列目の選手たちが動きやすくなると思うのですか。そうですね、岡田監督の時にやってた戦術なんですけど、あれはですね結構自陣の方にガッとみんなで引いて、でボールを取り戻した時にホンダに預けてキープしてもらって上がるって戦術なんで、今とやってるサッカー結構違うんですよね。ただですねホンダは、ワントップやるってなったらその動きも、すると思います。運動量非常に豊富ですし、今ねちょうどミラーの試合とか、見てたんですけども、元気よくてねプレスに行ったと思いきやゴールキーパーまで行ったりとかしたり、あとゴール前まで持ったりとか守備で非常に貢献できますので、フォワードになった時にこうどんどん、コンディション悪かった頃と違ってスペースに飛び出しながら、ボールをキープしてっていうのは、日本人の中でも、ね、トップクラスにしてくれると思います。僕はですねただ僕の理想としては、武藤とか、体を張れる選手が、フォワードを専門職にしてる選手がワントップになって、ホンダの場合は、3センターの、右のボランチっていうんですかね、その位置で、左でミドルシュートも打ちやすいですし、バランスを取りつつ中でゲームメイクもできるって、やっぱホンダがですね、パス精度だったりとか中盤でキープする能力を使わないで、ちょっと前線でボールを持つ立場っていうのはちょっともったいないかなっていうふうに思うんですね。なんでこの方の言ってる、ホンダワントップっていうのもありだと思うんですけど、僕は使うなら、中盤の右が、左利きでミドルシュート打って、ミランでも右サイドでね、クロスを上げるのが、非常になんか毎回チャンス作り出してますよね。なんでそういう特性で言ったら一番合うんじゃないかなと思います。今日アイラブサシリエさん、ゴールキーパーのパントキックが低弾道のものがいいとされてますが、正直アボンダンシエリを超えるキックのうまさを持つキーパーがいないと思うんですけど、どう思われますか。そうですね、確かボカジュニアーズで、日本に来日した時ぐらいしか僕1試合通して見てないんですけど、トヨタカップで、クラブワールドカップか、その時は、このアボンダンシエリ非常にいい、精度の、パントキックというか蹴れるゴールキーパーなんですけど、精度という面ではですね、僕は、アボンダンシエリすごい高いと思うんですけど、例えば僕が知ってる選手だとバルセロナのテアシュタイゲン、この選手なんかはですね両足で、ちょっとピルロ的な感じで、両サイドに血圧キックとかをすごい蹴れますし、そのディフェンスラインから持ってきたボールを、ボランチにつないだり前線につないだりする技術は、非常に高いと思います。なんでね、あと他誰だろうな、チェフじゃない、シティのハートとかもいいキック持ってるキーパーですね。なんで、精度っていう面だけではあれなんですけど、今現代サッカー非常に、ノイアーなんかも言うまでもないですね、非常にディフェンスラインのゲームメイクを、助けれるゴールキーパーが必要とされてますんで、どんどんこういうキーパー増えてきてほしいと思います。続いていきましょう。霧島凛さん、マルキーニョスがバルセロナに移籍する可能性ありますか。あとマルキーニョスが移籍した場合マスチェラーノはいらなくなりますか、というわけなんですけど、マルキーニョスが移籍してきた場合ですね、多分今の、バルセロナセンターバックは、ピケとマスチェラーノが強いチームと対する、ここはもうベストメンバーと言われるところで、そこに、第3でマーティューで、次ちょっと落ちてフェルマーレン、ベルマーレン、そして、序列的に一番下のがバルトラって感じなんで、この中が多分バルトラとマーティューかバルトラとフェルマーレンかが放出されると思うんですね。でそこにマルキーニョス入ってローテーションという形になると思うんですよ。バルセロナの場合は、コパデルレイとリーガエスパニョーラとチャンピオンズリーグと、あとまたクラブワールドカップも、もしチャンピオンズリーグ優勝したらありますし、そういう風に結構試合数多いコンペティションで、戦ってますんで、マルキーニョス一人来たことで今ねスタメンのマスチェラーノがいらなくなったことはないですし、マスチェラーノの場合はブスケツが抜けた時のアンカーの位置に入ることもありますんで、マルキーニョスクレバーなプレイヤーな、イメージがありますので、ぜひともね、パリサンジェルマンで控えだったら、バルセロナに来てほしいなっていうふうに思いますね。続いていきましょう。黒コーチサトシさんですかね。今回のオリンピックで日本はオーバーエイジ枠を活用するらしいですが、レオさんは誰がいいと思いますか。僕はですね、これ言われて思いついたのは長友ですね。いろんな意見があると思うんですよ。乾だとか香川だ本田だとかいろんな吉田だとかいろいろあると思うんですけど、僕はですねやっぱり
5番以上入れることによって今までのチームのまとまりだったりとか作ってきたチームのベースとかがなくなるのは、どうかな、良くないんじゃないかなというふうに思うんですね。その選手に合わせる形になってってなりますと、僕は弱いって言われてるサイドバック、両サイドバックができるのプラス、若い世代に対して、行動が無反になってなおかつ、自分からコミュニケーション取って馴染んでいけるっていう点で長友なんかすごいいいんじゃないかなというふうに思いますね。経験的にもインテルでレギュラーって言いますか、もうヨーロッパで、ずっとね活躍している選手ですから、なんで長友なんか来てくれたら、また来てくれそう、いい人そうですよね長友、あ、いい人いれば入れてたか俺、なんでね長友なんか一番いいかなというふうに思います。続いていきましょう。じゃあ、もうこんな、全部質問終わりましたんで、ユベントス対バイエルン戦のお話をしたいと思います。ユベントス対バイエルン戦、まず、ユベントスの方は、ボヌッチが、契約から復帰して使えそうっていうのがユーベファンには朗報ですね。ただ、引き続き、キエリーニは使えないようですので、おそらくナポリと戦った時のシステム、またナポリのシステムがですね 4-1-2-3 なんですけど、バイエルンと非常に似てます。バイエルンよりも、なんですか、中盤の選手 4-1-2-3 の2の部分が結構ゲームメイクに参加してディフェンスラインの方に降りてくる形が多いですけど、基本的な布陣は一緒なんで対応の仕方も、似ると思うんで、そうなってくるとユベントスは、リヒトシュタイナーを使った、4-4-2 になると思います。そして、バイエルミュンヘンの方なんですけど、こちらが問題ですね。センターバック、音色のセンターバックがボコ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 怪我しまして、バトシュトゥーバーまでね復帰頑張ってね応援してるよっていうことで、シュトゥーバーも出れなくなっちゃったんで、今タスキがベナティアかっていう、もうね前の試合もベンチメンバーには入らなかったですけど、まずベナティアが間に合うのかどうか、ただ間に合ったとしても旧仕上げなんでタスキなのか、でもタスキも、冬に加入したばっかりで、この間のね、ダルムシュタットですよね、名前ねちょっと読みにくかったんで忘れちゃいましたけどね、ダルムシュタット、あ、合ってましたね、ダルムシュタット戦で、入ったばっかりで、まだちょっとあれですね、そのバイエルンのサッカーについていくのがやっとって言いますか、ゲームメイクとかそういうところは頑張ってたんですけど、1点目のクロスの対応とかなんかもうゴテゴテに回っちゃった感じがありますね。なんでそうなるとやっぱラームとチャビアロンソを、休ませましたんで、おそらく、こちらの方にですね赤がバイエルンだとしましょう。きっとレバンドスキー、ここはまたねバイエルンってちょっとスタメンが予想しにくいんですよね。リベリも戻ってきて、この間試合50分からでしたけど非常にいい動きをしていました。なんでですねきっと、決まってるところだけ、まずここがレバンドスキーだと思います。レバンドスキーで、ミュラーで、で、チャビアロンソ、シャビアロンソで、ラームで、アラバ。で、あと、あ、ドグラスコスタ。ドグラスコスタ、で、ここでなんで、リベリー、ロッペン、この二人、まずリベリーはですね、怪我明けっていうのもあって、なおかつこの間、試合も良かったんで後半からのジョーカー的な使い方になるかなと思いますと、ロッペンのところなんですよ。これがですね、ちょっとロッペン、まあ、中でプレーするようになってこう違いは作れてたんですけど、やっぱりティアゴを使うんじゃないかって、あとプラスユベントスの場合カウンターが強いんです。そうなるとですねそこを切り替えで守備ができる選手ってことなんで、この、中盤2枚を、どっちかにはビダル入れるのかなっていうのも全然考えれると思うんですね。ただセンターバックなんですよ。1枚はキミヒだと思うんですよね。ただもう1枚を、タスキにするのかベナティアにするのか、もしくはここにアラバを入れてここにベルナトを入れるのか、ここの人選ですよね。ここによってとりあえず、ディフェンスラインが、盤石の状態っていうのがないっていうのもあります。またこの間ビダルをアンカーで試してたんですけど、これもこの試合のためにチャビアロンソと、キミキでセンターバックに、まあ、これもすごいですけどね、アンカー的な選手、ゲームメイクを、ね、中盤でやる選手2枚を使ってここにビダルを使うんじゃないかって、ビダルによって空いたスペースを埋めつつ、ビダルが時間相手の攻撃カウンターの時にビダルがちゃんと時間を作るような守備をして、その間にみんなでガーって戻るんじゃないかっていうなのかな。ちょっとねスタメンを読めないのが、バイエルンのガルディオラバイエルンの面白さの一つではあるんですけれども、ね、その辺なんかも、ちょっと楽しみにしてみたいと思います。ただ相手はアレグリですね。アレグリ、今までバイエルンが、やってきたようななんですかね、こう自由に攻めるってことはできないと思います。何より 4-4-2 っていうことは、この横スライドの趣味、ボールがですねサイドに入った時にみんなでこう寄ってってスペースをなくして、でこれでまた戻して、例えばチャビアロンソに戻してキミヒに戻してこう両サイド振るじゃないですか。振った時にまたこの移動が早いんですね。なんでそこがですねちゃんとそのギャップを作れるようになるのかっていうところが今回の試合の見どころだと思います。ギャップっていうのはこう、ね、選手と選手でこうパスを回してる間にこうなんですかね、マークを外して、パス、例えばここのミラーに通すですね。
ミラーのところに集まってきたところで、前に空いたレバーとスキーの方に縦パス入れてとか、そういうところで、こう、なんですかね、フォーメーションのズレを作って、パスを落とすとか、もしくは、そこのズレを作らないように、ユベントスの、守備が対応できるのか、まさに、アレグリの守備戦術対、ガルディオラの攻撃戦術っていう感じの面白い戦いになると思います。そこでですね、こんな風に、まあ、一部のファンの方には分かりきってるよっていうことになっちゃうかと思うんですけど、ここで、僕が前の試合、例えばユベントス対バイエルン対ダルムシュタット戦と、ユベントス対、ナポリの試合とか、見た分析から言いますとですね、まずナポリの場合はですね、この例えば赤が、ユベントス戦のナポリだとしますと、このユベントスが、ロッペンとリベリーとかでこう、なんすか、前の方で、こう、レバンドスキーと絡んできたところは、ナポリの場合ですね、このジョルジーニョがこの位置なんですけど、チャビアロンスとかやる。ここをですね、一人でゲームメイクさせずに、こう、アレンとか、ハムシクが降りてきてゲームを作りながらやってたんで、守備的にも安定しますし、ゲームメイクの時も人数足りてるんですけど、その分、イグアインが孤立してたんですね。で、前の、僕の動画を見てもらえばわかるんですけど、サイドにボールが入った時に、こう、クロスが入れますよね。ハジホンがクロス上げるっていう時に、中でイグアインがセンターバック二人に囲まれて、こう、つったんですけど、ここに入ってくるのがインシーネなんでそんなに脅威にならない。だから、こう、両サイド変えればよかったんじゃないかっていう話なんですけど、これがですね、やっぱ今言ったように、バイエルの相手ですと、ここで、これが、レバンドスキーになるじゃないですか。レバンドスキーがこう、スペースを作って、こう、ついていったときに、ここにちゃんとミュラーが走り込んでですね、この間のオーバーヘッドキックのシーンとか、そういう風に、レバンドスキーが作ったスペースにちゃんと中盤って言っていいのか、ちょっと難しいところですね。セカンドストライカーと言っていいのか。あそこですね、ちゃんとミュラーとか、ロッペンとか、ドグラスコスタとか、走り込める選手が、どんどん揃ってるわけですね。なんで、ユベントスがこの間、ナポリに対して対応できてなかったところといいますか、ナポリが、持ってなかった次の一手っていうのをバイエルは持ってるんです。なんでこの辺なんかも、バイエルというか、ユベントスかバイエルの攻撃に対応できるのかどうか。そしてですね、逆に、ユベントスの攻め方なんですけど、4-4-2なんでサイドにポグバだと思うんですけど、この間のカウンターの時もポグバがサイドでガッツリボールをキープしたところにセンターフォワードのディバラが入ってきたりとか、あとモラタが入ってきたりとかしてチャンスになりました。これがですね、より、バイエルのフォーメーション的にこの両サイドが空いて、まあここに、ちゃんとラームがカバーすればいけるんですけど、ラームのところでですね、フィジカル的にはポグバの方が上ですから、ここでポグバがちゃんとキープできてしまった場合、中でのセンターバックはですね、まだ慣れてない、タスキだったりとか怪我明けのベナティアの可能性ありますし、また、中盤の、チャビアロンソとか、キミヒだけだったりとかすると、このセンターフォワードが入ってきたサイドからのクロスの対応っていうのは中盤の選手、非常に、中盤からディフェンスラインに、ね、コンバートされた選手っていうのは、あんま上手くないところがあります。マッシュランとかもこういうのがあんまり上手くなくてですね、他の前からする守備に比べると。なんでですね、ポグバとか、クアドラードとかがサイドに開いて低いクロスを入れるようになったり、ディフェンスが後ろに戻りながらの対応になった場合、非常に、バイエルのピンチになると思います。なんでね、お互いの戦術的っていうか、チームの弱点をお互いの得意な攻め手が、がっつり噛み合うパターンなんで、重心が後ろに行くような戦い方、こうリスクを犯さない戦い方をお互いが選ばなければ、非常に面白い戦いになると思うんですよね。また名称通り同士、アレグリ対、ガルディオラの戦いなんで、ぜひとも皆さん明日注目してみてほしいと思います。僕はですね、バイト中なんで、結果聞かないで帰ってきて見たいと思います。というわけで、今回はこんな感じですね。じゃあ最後に、こちらの方の希望にお答えして終わりましょう。このケイチさん、アーセナルの、ラップをやってほしいです。ウスツキーの怪我など。というわけで、こちらのラップをやって終わりたいと思います。じゃあ行きましょう。ロシツキー腹筋伸びすぎ、マレツだったらボールを持ちすぎ、これはレスター、今はアーセナル、チェコのスターの復帰を待ってます、一歩戻ってきたのはサンチェス、コクラン、カソルラ揃えばプレミアトップ1、メルテザッカーで対応、 MSN ベンゲル、ユー無理ゲーです。というわけでレオゾフットボールでした。ありがとうございました。サッカー以外の質問はここにお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。